はい、アップライジングはタイヤ屋なのでですね、まあ、今日はですねタイヤの中でもヨーロッパで人気のピレリについて、ピレリについてと、あとは韓国のタイヤ、ナンカンについてちょっと説明しようかなというふうに思っております。ピレリとナンカン、あ、ピレリ、はい、この子斉藤ピレリです。はい、ピレリ、ピーちゃん、ピーちゃん、ピレリ、ピレリ、あ、違う、ナンカンですね。ナンカンは韓国製のタイヤ、ナンカン、あ、ナンカン、ここにいましたね、斉藤ナンカン、ナンカン、あったかいね、こたつの中。はい、ピレリ、あ、これはパッタンですね。はい、これパッタン、はい、これはペタジーニでした。はい、ペタジーニ、はい、ペタジーニ、はい、あとプルルンね、プルルン、プルルン、はい、プルルン、あ、ピレリ、はい、あ、なんか出てきたね、なんか出てきた、はい、なんか出てきた、はい、ピレリ、ピー、あ、プルルン出てきたね、はい、で、はい、パッタン、これパッタンです。はい、皆さん、タイヤなのに猫いっぱいいます。まあ、元保護猫ですけどね。はい、タイヤなのに猫います。猫に会いに来てください。はい、ペタジーニです。